どうもタクナムです。本日はですね、 e フットボールがおめでたいことに6周年記念になりまして、ガチャがね更新されて、まあ少し横の方行くとしれっとですね日本人3選手登場してくれました。ということで今回ですね、この中村俊輔選手、小野伸二選手、三浦知良選手、こちら全3選手のおすすめ育成と皆さんに紹介していこうと思います。で、よければですね、皆さんのおすすめ育成であったり、おすすめの起用法ありましたら、コメント欄でね、教えてくれると非常に助かりますので、皆さん協力をお願いいたします。で、早速ですね、全3選手の育成法など紹介していくんですけれども、その前にですね、よければこのチャンネル、J リーグスカット、日本代表スカットに特化したチャンネルとなってますので、少しでも気になる方は、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、紹介していきましょう。ということで、ここからですね、イーフトハブの方を使わせていただきまして、全3選手のおすすめ育成など紹介していこうと思います。まずはカズさんということで、身長177センチの右利きのウィングストライカーの選手となっております。おまかせ育成から見ていきましょう。こういう感じで。まあ足元系しっかりあるので、まあゴール前細かいタッチで強引にシュートまで持ってきやすいと思いますし、まあスピシュンもしっかりありますので、ゴール前ね、一瞬の速さで相手より先に触れる可能性っていうのは結構高そうですね。で、スキル面見ていただくと、今回のこのカズさんに関しては特殊ダブタがもともとできますし、コンカもついてますので、まあ特殊ダブタ活かして、そのままコンカで流す。その使い方がめちゃくちゃ強いと思います。まあただこの育成で言うと、まあディフェンスのとこ正直いらないですし、まあドリブル少し下げてもらって、その分決定力80乗せるぐらいの育成とかでもいいのかなと思います。で、余ったポイントとかオフェ戦80乗るようにして、まああとはショートカウンターに振ってもらって、パスを若干下げてもらって、このドリブル面を、こういう感じに全て80以上で使えて、かつ TS100 字で見た時にこういう感じで使える。まあ、個人的にはこういう育成がいいのかな。まあ、しっかりドリブルできて、ダブタも活かしやすくて、ポジショニングも良くて、まあ、しっかりダブタ入れて流し込めるようなカズさん。こういう感じで使ってもらえれば一番ベストかなと思っております。で、これが以前登場したベルディ版のカズさんとの比較なんですけれども、まあ、今回ウィングストライカーで前回がボックスストライカーとなってます。で、今回のカズさんに関しては足元であったりスピシュンのところはね、強化されてますね。まあ、ただ前回のカズさんね、オフェ戦だったり決定力ぶっ壊れで、かつ使用感めちゃくちゃ良かったんで、まあ、個人的にはね、前回のベルディ版持ってる方であれば、まあ、無理に狙わなくてもいいのかなと思います。ただどうしてもダブタ効果持ってるカズさん使いたい方とかであれば、ぜひ今回のね、サントス版のカズさんも狙ってみてほしいなと思います。続いてこちら、小野伸二選手ということで、身長175センチの右利きのチャンスメーカーの選手となっております。まあ、個人的にはですね、チャンメに変わったことが非常に嬉しくてですね、まあ、前回の浦和版の小野選手はナンバー10だったんですけど、個人的にはナンバー10よりチャンスメーカーの方が使いやすいので、この切り替わったっていうのは非常にありがたいです。で、まずはおまかせ育成から見ていきましょう。こういう感じですということで、ボルコングラパ90超えで使えます。まあ、ゴール前での低速ドリブル、細かいタッチでのドリブルっていうのはめちゃくちゃ使用感良さそうですし、それで相手をくるっとかわしながら、まあ、ライブレとかフォワード起用してもらってスルーパスとか通せば、まあ、ほぼ今の環境であればスルーパス通せるんじゃないかなと思います。で、フライパスもね、87で使えますので、まあ、伊藤良太郎選手チックな、変態的なパスは小野選手も出しやすいと思います。で、スキル面なんですけど、まあ、ダブタ、低弾道、ワンパ、アウトスピン、足裏、スルパにバックスピンロブと、まあ、めちゃくちゃスキル面優秀ですよね。まあ、高い位置で細かいタッチだけでなく、ダブタで剥がしてスルーパスでラストパスも出せますし、まあ、左サイド側でちょっと受けても、アウトスピン活かしながら、鋭いボールでアシストもできると思いますので、この小野選手は結構ぶっ壊れな使用感になりそうですね。まあ、追加スキルで言うと、ここにね、まあ、コントロールカーブであったり、ピンポイントクロスとかね、追加できたらさらにね、強くなると思います。で、もし僕が育成するとしたらこういう感じにするかな。先ほどよりボルコングラパをちょっと能力高めに設定して、まあ、よりね、細かいタッチとかやりやすくしながら、よりパスの通りをね、良くする感じの育成にすると思います。で、この育成のね、TS100G の能力値見ていくんですけど、こういう感じになりまして、まあ、めちゃくちゃね、ボルコンとか高いんで、まあ、ボールタッチのところはめちゃくちゃいいと思いますし、まあ、ダブタのキレとかも結構上がってきそうですね。で、さらに、スルーパスの通りとかは良くなると思いますので、育成迷った方はこういう感じで育成してみてください。で、こちらがね、以前登場した浦和版の小野選手の比較になるんですけど、まあ、まずはね、プレイスタイルがね、今回チャンスメーカーに変わってますっていうところが個人的にありがたいです。
で、さらに能力面見てもですね、基本的に今回の方がね、まあ、足元パス系であったり、まあ、守備系のところもですね、高くなってますので、まあ、能力とか、まあ、プレイスタイルとか見たところで考えると、まあ、今回の小野選手の方がね、強いと思いますので、まあ、小野選手当たった方はね、ぜひね、今回の方をたくさん使っていっていただければなと思います。ラストはこちらですね、中村俊輔選手ということで、身長178センチの左利きのチャンスメーカーの選手となっております。まずはですね、おまかせ育成から見ていきましょうということで、こういう感じになってます。まあ、先ほど紹介した小野選手よりかはね、足元パス系下がるんですけれども、実際このぐらいの能力あれば、まあ、ある程度の細かいタッチからのスルーパスとか、まあ、細かいタッチ入れて左足持ち替えての、まあ、根下ついていないんですけど、根下あるような感じで俊介さんの場合であれば打てると思います。で、スキルなんですけど、ダブタワンパアウトスピンピンクロ、スルーパスバックスピンロブついてるところ非常にいいですね。マリノス版の俊介さんはね、ワンパとスルーパスついてなかったんで、それでもね、パスの通りは良かったんで、それ以上にこのね、スキルついてますので、めちゃくちゃパスの通りは良くなってくるかなと思います。で、少しね、育成いじってくんですけれども、ここまで正直決定力はいらないかな。うん、76ぐらいでも全然ね、まあ、俊介さんであれば大丈夫かな。左足持ち替えての根下でなんとかなると思います。まあ、その下げた分をオフェ戦80まで乗せてあげて、まあ、余ったポイントショートカウンターに1振ってあげる育成でもいいのかな。で、これでやっていくと TS100 時で見るとこういう感じで結構バランスよくね、80超えで使える能力値は増えてきますね。まあ、あと結構極端ですけれども、脚力とかクイックネス下げてもらって、この辺一旦全部下げてもらって、この辺を基本的に90近くで使えるようにする。で、余ったポイントとかをスピードとかスタミナ面に振ってあげて、まあ、こういう感じの育成で見ていくのも、まあ、よりね、特化した育成にはなりますので、 TS100 時で見るとこういう感じで、まあ、より高い位置での、ね、ボールコントロールのところめちゃくちゃ高そうでうまそうですし、まあ、よりスルーパスとか活かしやすくはなってくると思いますので、まあ、ちょっとね、より特化したい方はこういう育成でも強いと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。こちらがですね、マリノス版のね、俊介選手の比較になるんですけれども、今回プレイスタイルが変わりまして、チャンスメーカーとなってます。まあ、スルーパワンパがもうすでに持ってるっていう点、今回のね、俊介さん結構魅力的なんで、まあ、コインに余裕がある方とか、まあ、コインセール来ましたので課金できるよって方は、この俊介選手狙っていく価値はあると思います。ということで、今ですね、こちらの3選手のおすすめ育成紹介させていただきました。で、実際このガチャ引くべきかどうかなんですけれども、まあ、引くべき人で言うと、今のね、日本人スカをより強化したい方とかであれば、ぜひ引いてほしいガチャになってます。まあ、あと基本的にね、マリノス版の俊介だったり、浦和版の小野選手だったり、ヴェルディ版数持ってる方とかであれば、まあ、無理にね、課金しなくてもいいのかなと思います。まあ、狙いに行く必要もないかなと思います。で、もうすでに実際に使ってみて、この育成ハマりましたとか、この起用ハマりましたっていうのがありましたら、皆さん貴重な意見になりますので、コメント欄で教えていただければなと思いますので、皆さん協力をお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで以上となります。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。